じゃあね、明日祭日だからね。じゃあね、よいしょ、はい、よいしょ、はい、最後の2人が帰って、一応もうお店おしまいです。はい、片付けをもうほぼ終わってんのかな。はい、これから、明日発売の商品がもう入荷されてるんで、それを、ちょっと陳列して明日の準備を軽くしておしまいになります。はい、明日の商品は、遊戯王のデッキですね。あと、キャラスリーブになります。はい、で、今日やったことは何やったんだっけ。なんかもう荷物がいろいろ多くて、それを片付けるのも大変なんですね。はい、今日やったことは、朝11時歯医者行ってきました。狭山大殿のそばの、三狩場、小畑三狩場歯科さんの方に行って、歯の治療してもらってきました。で、午後3時に楠木会計さんやってきて、最近どうですかなんて、あとこの会計資料、レシートとかそれとか出しましょうね、年末調整がねみたいなお話をしてて、で、まあ、そんな中でいろいろ結構くちゃべって、久しぶりに会ったんで結構くちゃべりましたね。あとね、夕方見知らぬ中学生ぐらいの子がいて、そんで、あれあんまり来たことないよねなんつって話して、3回目ですなんて言ってて、で、じゃあ、対戦するって、あんまり今日お客さんいなかったんで僕ちょっと対戦しました。で、動画通らせてもらって、それも、アップしましたんですけど、はい、なんかね、川越の方から来てるんですなんて言うから、そうなんだ、すごい遠いから、遠いとこからありがとねなんつって、で、おそらくあれもだから YouTube の動画を見て、来てくれた子でしょうね。でね、そういう子はどんどん言ってくだされば、僕対戦とかするんで、言ってください。はい、で、明日は金曜日なんだけど祭日ですね。はい、多分朝から忙しいと思う、発売日だし、だから今日はなんか、はい、いろいろ食べて寝ましょう。はい、では失礼します。